皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回はガチャガチャを開封しますね。はい、もうサムネイルでね、何が出るか分かっておると思うんですけど、軽トラでございますね。軽トラ、はい。で、軽トラをね、2回回してきました。で、2回回してね、ちょうど運よく、色違いがね出てますね。これは黒でしょうね。で、これは赤。はい。で、これね、今回のやつは、フィギュアが確かついてるんですよね。フィギュア。うん。あら、これどこから開けるんかな。あら、2箇所ビニールテープがついてる感じですかね。これがね、ビニールテープというかセロテープですね。セロテープを2箇所開けるのかな。2箇所取る。取ると開く。あら、開かない。あれれれれ。結構ね、これいつもね、大野ね、苦戦するんですけどね。もうガッ、あ、ガッ、あら、あ、ここもセロテープついてんのか。セロテープがつきすぎなんだな、これね。きっと、あれ、ついてないのかな、これ。今外したところだよね、これ。これね、結構なんか外しにくいんですよね。よし、あ、ここがついてるのか。よし、で、開きました。で、今回はね、ハイジェットくんですね。ハイジェットくん。はい。で、こういうフィギュアがついてるみたいなんですけどね。こういう感じです。説明書が。あ、もしかしてこれ、組み立てるのか。ゲゲゲ。組み立てか。まいったね、これ。あいた。これね、ちっちゃいの組み立てるのね、すっすごいめんどくさいんですよ。あらあら、あー、なんか、あ、せっかく紹介しようと思ったけど、今急に萎えちゃいましたね。っていうのはね、これパーツが細かいんで、ここに今ちょうど出してるね、こういうやつはもう組み立てた状態なんですよね、これは。で、ミニカーも、ミニカーじゃなくて、あのバイクもね、ついてて、こっちの方が全然おすすめですな。このね、ちっちゃいパーツを自分で組み立てるのはね、プラモデル以上にめちゃくちゃ大変なんですよ、はっきり言って。あいたたね。ということで、もう一個の方も一応開けてみましょうか。まあ、開けてもね、まあ全く同じ状態のやつが、組み立て式のやつがただね、色違いが袋に入っているという状態なはずとかも当たり前なんですけど、うーわー、これ組み立てか。これはね、回して買って全何回もまたリピートしないな、これ間違いなく。こんなの作ってたらね、何時間あっても足りないよって感じがしますよ。うわー、そうか。まあね、これ説明書ももちろん一緒ですよ。うわー、ちょっとやめてよって感じだな。うわー、こっちもね、あ、色合いはいいな。色合いはいいし、ドアミラーもついてるし、で、シャーシの部分は出来上がった状態なんだ。タイヤもね。うわ、これは全然嬉しくないな。うわ、そういうことか。ということで、急に大野は、これを開けることを拒みますな。開けません、今回は。もう開けても、いや、開けて、一応開けましょうか。じゃあね、開けるけど組み立てませんわ、これは。ちょっとこの人たちが邪魔になると思うので、ちょっと横に避けてもらって、まずは赤い方から見ていこうかな。赤い方、あー、なんかね、なんかちょっとがっくりだな。開けた瞬間、もう出来上がったものがね、オーナーの目の前にゴーンと入ってくるっていうイメージだったんで、もう全くって感じですね。はい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 。あ、これね、と
透明パーツに色塗ってるのかな。あ、違うか。あ、なんか形状としては割とよく出来上がってる感じなんだね。けどこれ開け出したらなんか全て作りたくなる感じもするからやめよう。やめちゃうんだ大野みたいなね。そこでやめるのかみたいなね。でこっちもね、シャーシは全く一緒のものでしょうからね。あ、色違いが出て嬉しかったのにな。なんか一気にテンション下がっちゃったなこれ。うわ、ちゃちゃで、これか。後ろもあるのね。後ろが、あー、なるほどなるほどみたいなね。はいはい、荷台があってという感じですね。あー、これは嬉しくないな。全く嬉しくない状況がね、大野の目の前に来たという感じ。けどこれどうしようかな。ここだけ取り付けてやろうかな。やっぱり取り付けた方がいいのかな。よし、しょうがない。ちょっと開けてこのパーツだけは取り付けてやろうか。これね、フロントのここのね、ここの中ですよ。ここの中わかりますかね。この説明書でいくと、説明書のね、この部分 4番の部分、あー、なんかすごい、なんか、あー、やっぱもうやめた。なんかもう作る気ないな。いや、けどね、ちょっと2倍にしてパーツを見てもらいましょうね。パーツを2倍にドンね。こういう感じのパーツが入ってます。で、ドアミラーもしっかりね、なんかこのスモークみたいな、こう透明感がないのはこれは何なんだろうな。なんかここもいただけない感じがするのは大野のあれか。なんかね、パーツがこれどういう風な色の塗り方してるのかな。これ透明パーツに色をやっぱり塗って出るのかな。そういう感じがしますね。これとこれね、なんか出来上がりのあれ見たらいい感じに上がってたからね、まさか組み立て式とは思わなかったですよね。ここにスバルのマークがちゃんとあってね。まあ人形とかもフィギュアとかはね、あ、これがライトのパーツか。ライトのパーツはもしかしたらなくなりやすいから予備がいっぱいついてるのかな。ねえ、これでしょう。予備パーツっぽいな。違うのかな。78って書いてあるでしょ。78以外に透明パーツをつけるところはないから、この78が異常にあるっていうことは、これ透明パーツがなくなるからしてあるのかな。これはね、メンテナンスしてる人の、寝っ転がってる人のパーツですね。これはね、なんか使えそうな気もするけど。で、このね、ホイールはね、鉄筋ホイールをかなりうまく表現してるし、あ、ここ回るんだ、しかも。ね、初めから作ってるだけあって、これも、自分たちで作らせるとなくなる可能性があるから、もうこれは作ってんのかな。いただけないな、しかし。いや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 、これがこう来るわけでしょ。まあすぐ入るねこれね。まあ改造マニアとかの人にはいいのかな、逆にこの状態の方が。あー、びっくりだな、こういうことか。けどこれ組み立てんと
サムネイルが作れんねもうこの状態でサムネイル作っちゃうかね。できてない状態で、これしかもね、なんか甘い、なんかここの作りがえない、あのこれすぐ取れる、なんかカチッていかないのかな、なんかやり方があるのかな、カチッていきませんよ、なんかこれで終わり、あ、いや、こっち側はちょっとしっかり、あ、しっかりもないか、こっち側のがまだ取れにくいけど、こっち側は全然ポロポロ取れるね。こりゃダメだな。あ、今回ね、ちょっとこれはね、軽トラで期待したけど買ってはいけないに入る感じですね。はい、ということで、今回はまあこんな感じでね、プラモデル感覚でね、これすっごい細かいのが作れる人にはおすすめですけど、それ以外の人には全くおすすめできないというね、軽トラのシリーズでございました。はい、ということでね、今もうネットでは売ってないかな、こちらね、こちらの方がやっぱりいいな、全然大きさ的にはね、ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒。あ、けどタイヤの形状もね、こちらの方がいいですね。鉄筋ホイールの作りが。あ、で、こういうところにほら、シルバーのところ、あの、取っ手の部分とかも塗ってあるし、この透明パーツとかもちろんね、最初から作ってますからね。この組み立てをね、ちょっと自分でするっていうのはめっちゃくちゃ厳しいですからね。はい。どうなんでしょうね。ということで、まあ、今回はね、この軽トラの、こちらのメーカーのね、ハイゼット君、ハイゼットジャンボでしたが、まあ、期待しすぎましたね。こちらのタイプがね、あまりにもよくできてたので、ちょっと期待しすぎた感もありましたね。ということで、ごきげんよう。一回ですね、こちらのガラスのね、部分を、あのヘッドライトの部分をつけたんですけど、ちょっとね、なんつうの、あ、こっち側についちゃった。透明感がね、なかったんで、こうやってね、今ね、シルバー塗りました。そうしないとね、なんか、透明パーツなんで下地のね、赤い部分が透けて、これもね、黒もきっとそうだと思うんですけどね、そこがね、あのこれだったら黒いままだと思うんですよね。黒いままだとかなりね、かっこ悪いんで、ここ塗ってやんないとね、ダメですね、きっと。よいしょ、あ、ここにはみ出た、ヘッドライトのところをシルバーに塗ってやってから透明パーツをつけた方がよりかっこよくなるはずです。間違いないです、それは経験上ね。これでいいだろう。まあとりあえずね、そんなにまあ大げさにしなくてもいいと思うんですけどね、とりあえずしといた方がいいでしょうですね。まあ、とにかくね、今回のこれはちょっとね、自分で塗ってやんないと、あ、塗ってやない、組
み立ててやんないといけないので万人向けじゃないですね、間違いなく。またついたかな、いいか、これくらいで。ということで、ごきげんよう。ここ大野チャンネル。